ちょ、こんにちは。ちょ、なんだ。いやいや、伝わり心地のいいね、このチェアを。はい。ひだこさん。はい。まあ、88年世代、マー君世代のドラフトのいた時の選手の方々って覚えてます？どういう選手？いや、だからマー君世代は、斎藤佑樹とか、はい。あんま出てこないよね。坂本勇人選手とか。あ、そうか。早田もそうなんですか。そうですよ、そうですよ。マー君世代。あ、そうだよ、同級生だよ。同級生ですから、そうですよ。いや、忘れるもんだよな。やっぱりちょっと時間が経つと、何世代で誰がいたんだって。もう清宮世代になってるからさ。あ、最近はですか。そう、清宮世代誰がいるか知ってる？わからない。誰？村上がいる。あ、そうか。ほら、ね、忘れてるな。じゃあ、じゃあ、じゃあ、中田翔選手覚えてます？ビッグスリー。ビッグスリー、はい、あの当時ビッグスリーって言われてドラフトにかかった選手3人いるんですよ。まあ、中田翔選手とあと残り2人。でかいビッグ、まあ、違う違う、ビッグスリー。ビッグスリー、ビッグスリーといえばね、あのジャンボ尾崎、青木功、中島常幸、この3選手ですけれども、まあそうだね、はい、中田翔選手のビッグスリーって言われた時覚えてます？千賀違う、なんで急に分かる。千賀投手はビッグスリーですし、あ、ドラフト1位なんだ。まず唐川選手、唐川投手。あ、唐川ね、はい、はい、あと吉野、この3人ビッグスリー。結構意外と忘れてたりするもんなんですよ。するよな。いや、そうなんですよ。というわけで、さらに時代は遡って、ま、見てる人が、じゃあこの世代を知ってるかということだよね。覚えてるかっていうことだよね。あ、そうですよ。98年のドラフトにかかった選手、はい、いわゆる松坂世代。お、覚えてますか？お前なんか都市伝説系になってる。松坂世代。口調がね、そう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 、あの松坂世代と言われた人たち の、 あの98年のドラフトで入ってきた選手たち結構いるんですけれども、覚えてますか、皆さんも、豊さんも。だから決勝では PL でやったよね。はい、そうです。だからまあそこら辺の世代だよね。そうです。そうだよね。そう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 。だから平石なんかそうだよね。おお。ただその時にドラフトで入ってた社会人経由だから、そう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 、大学行って社会人か。そうです。だから、あの同い年というのではなくて、その松坂投手がドラフトにかかった時に一緒にドラフトにかかった選手たちっていうことです。だからまあ年齢はね、上下あると、あの上であるとは思うんですけれども、はい、やってみようか。やってみましょうか、はい、まずジャイアンツ、はい、ジャイアンツのその当時の1位指名、はい、上原浩二投手です。すごいね。あ、そうだったんだって思いますなあ、はい、大阪体育大学から入っているので、うん、まあ、年齢的には松坂投手よりと上なんですけれども、うん、98年のドラフト1位ですよ。同じドラフトでね。そうなんですよ、うん、で、2位が野岡選手。お、近大から。なるほど、はい、2人とも契約金1億円、年俸1300万円で、うん、全く同じ金額で入っています。そして3位が加藤健捕手です。あーあーって私今あーだから一時期ね、はい、3番手、2番手というキャッチャーで、はい、まあ、スタメンも張ったことあるけど、はい、まあ、支えたよね。そうですね、一時期は。で、中日、はい、もう中日はね、1位は福留孝介選手。ああ、孝介もか。そうなんです、日本生命からまだ現役だもんね。現役バリバリやってますからね、阪神で。で、メジャー行ってるし。そうですよ、上原もメジャー行ってるし。あ、そういう意味では松坂投手と同じようなこう、ね、編成の歴史をたどってますよ ね、うん、で、ドラゴンズその年の2位が岩瀬投手です。最多登板だよね。あ、そうですよ、もうすごいね、記録を取ってる方ですよね。なんか丈夫な人間がいるね。その年ってそうなんですかね、みんな体力的にもっていう。豊作だね、ドラフト、ね、もうこれだけの名前が上がるっていう。そうですよね。で、4位なんですけれども、中日ドラゴンズの倉本海野。秀則だよね。あ、秀則か。あ、外野手。はいはいはい、おお。めちゃくちゃ外野うまかった。うまかったっていう、身体能力すごかった。だから優勝時、ね、守備固めで出たりだとか、はい、いろいろしてたけど、今コーチになったけどね。あ、そうなんですか。上野の守備は選手、はい、そして、次ベイスターズなんですけれども、はい、1位は古木選手。古木
ね、はい、大谷高校だよね。そうです、大谷高校です。左でものすごく力があったんだよね。あ、そうなんですね。だけどまあ出場機会に恵まれず、はい、自分の力発揮できなかったかな。あ、そうなんですね、うん、背番号3。そうなんだよ。何しさ、そう、あれってもっと活躍してほしいですよね。ただその年の5位に金城選手が投手で、いや金城って、はい、あれだよ、もう150キロぐらい投げてたからね。あ、そうなんですか。住友金属でピッチャーで入ってきたんですね。そうそう、でスイッチヒッターでさ、あ、そうで首位打者取ったから。いや、すごいですよね。またね、金城もね、うん、大きな違和感とか言いながら怪我したのに大きな違和感あります。でも体丈夫だったから、すごい丈夫な子だった。それと何一つ文句言わないで、うん、例えば、まあ、欠員が出る、ね、本当はスタートだった人間が体調壊してる、うん、もう監督やめときましょうよって、うん、誰使うって、いや近所だったら穴を埋めてくれる、うん、いつも近所に頼んでる。あ、じゃあもうありがたいですね。 ありがたいですね。また性格も分かりましたって、何でもはいって言ってくれる、うん、監督コーチからしたらもう本当いてくれる、もう本当助かった選手、助かった選手なんですね。でジャイアントで今コーチやってるけどね、はい、うん、で6位が小池選手、はい、小池ね、横浜高校なんですね。そうだよ。おお、松坂と同級生、松坂と同級生ね、引退試合、はい、日本ホームラン、おお、もうやめるみたいな、本当かみたいな、なんかあれって、まあ、まあ、涙流しながらホームラン打ったからね。すごいスピーカーですね。見えない方がいいんじゃないかって、いつも目薬さしとけぼやけてね、ぼやけて、こっちの方が。いやでも小池もね、やっぱ小技が効くし、はい、何でもできた選手だね。オールマイティーな選手だったんですね。バントやらしても体大きいんだよ、うん、はい、だけどバントやらしても上手かったし、うんうん、だから非常に重宝できる選手だった、ね、そうだったんですね。でヤクルトなんですが、ちょっと1位から8位まで石戸投手、牧谷投手、牧谷投手とか、うん、どうですか。まあちょっとあれだよね、まあ、力が発揮できずに、うん、まあ、辞めてったという選手が多いよね、ここはね。この年はヤクルトはそうだったんだ、取れなかったんだね、うん、はい、で広島なんですが、はい、1位、ドラフト1位で入団したのが東出選手、東出ね、はい、これも甲子園行った時はピッチャーやったりだとかしてたけど、はい、まあ、出始めが早かったからね、もうルーキーで早々出たからね。そうだったんですね、うん、ただちょっと伸び悩んだかな、うんうんうん、でもいい選手だったよ、センス抜群。そうですよね、岩手選手。そしてその年の6位が新井貴浩選手です。すごいよね、6位で駒澤から。だから評価はあんまりされてなかったんだよね、なのに、うん、で本人ももう下手くそで、はい、本当にプロにでかかったけど、うん、どうなるんだろうっていうことはあったりしても、うん、はい、本当にこう人の良さと努力と、うんうん、まあ元気かな、そういうので、うん、結局名球会入ったからね。すごいですね、やっぱ順位はね。またね、新井もね、体が丈夫だわ。あ、丈夫な選手って、やっぱり、まあ名馬だよ。あ、だ怪我しないということね、はい、うんうん、あの、なんていうの、もう本当ノックでも、もうずっと受けてたような選手だもんね。そう、ドロンコになりながら体強かったんですね。いや、強い、ね。続いて阪神タイガースなんですけれども、はい、1位は藤川球児投手だったんです。元気、うん、すごい。この藤川球児投手も1回メジャー行ってまた戻ってきてやってますから、まあ、今でもね、すごい豊作な年だね。いや、すごい面々ですよなあ、はい、でその年の阪神の3位が福原投手なんですよ。あ、もう東洋大から、まあ、広陵東洋大だよね、はい、いやー、この選手も丈夫だね。すごいですね、もう途中出てくる。やっぱ丈夫丈夫って言うけどさ、うん、やっぱ一つの素質だね、丈夫っていう。いや、そこ大きいですね、キーワードがね、うん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 、そして、まあ、ダイエー、まあ、その当時ダイエーホークスだったんですけど、うん、ダイエーどうですか。吉本内野手だったりとか、あと小倉投手、福山投手とか、まああんまりかな。まあ、ちょっと芽が出てない感じがするよね、うん、そうですね、まあ、吉本なんかちょっと出たけどさ、はい、そんな主だった活躍というか、うん、そういうものはちょっとなかったかな、うん、で西武なんですけれども、はい、もちろんもう中大注目だった松坂大輔投手、ね、はい、はい、
いますし、で2位が赤田翔吾選手、ね、赤田翔吾ね、はい、まあ、キャプテンとかいろいろやったけどね、はい、まあ、この選手もいい選手で今コーチでいるしね、うん、松坂も上手だな、そう考えるとそうですよね、メジャー行って帰ってきてみたいなね、うん、はい、で日本ハムなんですけれども1位がサレマツ、サレマツが1位なんだね、はい、知らなかったです、でもやっぱ長く息の長い選手だったよね、はい、そうですね、言ってらしたけどね、はい、で2位が立山投手です、立山ね、今や全日本の前コーチやってますよね、キコーチだよ、うん、なんかすごい世代じゃな、やっぱな、やっぱりすごいですね、松坂選手の投手、で4位がひとり選手、まあ、ひとりさんね、そうだったんですね、4位でひとりだ、はい、あ、そう、帝京高校、帝京です、帝京です、まあ、このガッツがある、そうですね、FA で予感が来たけど、うんうんうん、ね、中華街で入団会見、うん、あれなんだっけ、あの筋肉マンの、あ、ピッコロ、ピッコロか、あ、じゃあ、あっちだ、筋肉マンではなくドラゴンボールのピッコロ、あ、ドラゴンピッコロね、うん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 、まあそういうので出てきたりだとか、そうですよね、ファンを巻き込んでとにかくあのファンサービスとか盛り上げようっていう方ですよね、で、オリックスが新垣なんです、でも、オリックスでも入団してないよね、そうですよね、うんうんうん、大学行って、はい、その後、はい、ソフトバンクが入ったんですね、そうですよね、はい、で九州共立大に進学されたそうだよね、はい、ということででも、そうそうたるメンバーがいる、はい、まだいます、ロッテの1位が小林正投手です、おー、うん、あーってね、オリンピック行ったね、はい、一緒に、あ、豊さん一緒に行ったんですね、行った、ね、でその端の2位が我らが里崎さんですよ里崎さん、あ、お前松坂世代か、まあでもほら、そうだよ、ね、帝京大から行ってるので学年は、いや、そうかも分かんないけど、そうだったんだと、おいおい佐藤やるやないかいみたいな感じだな、そういや大豊作ですよ、今や YouTuber だよ、すごいですからね、大人気ですから、うわすごいな、で近鉄バファローズなんですけども、あの藤捕手、富士山、ああ、はい、あ、2位で入ってた、男前富士入ってたんですね、あ、でも笑ってない、笑ってない、失礼だろうな、あの、タゴ城知らない、何でしたっけ、もうね、お、笑うのはあの、うる覚えが多いよな、そうなんですしっかり出てこなくなってきてるよ、あ、ね、ひどいですね、あ、すごい、こう見るとすごい選手たちばかりですよ、この98年のドラフトに入団した選手たちって何を探してるんですか、豊さん、なんか、なんだろう、いや、これあの一緒にやった選手を探すよ、アテネで、あ、豊さんが、うん、予選から含めて何人、5人だ、わ、そんなにいるんですか、すごい、え、誰ですか、誰ですか、だ、福留、福留選手、上原投手、岩瀬、あ、そこ、岩瀬、ね、小林正投手で、松坂投手はその時はもうエースだ、エースだ、うん、だ、あ、なので松坂投手なんで5人、そうだよ、すごい、いや、すごいよ、で、現役がまだ2人残ってる、2人、うん、球児と福留、あ、そうか、阪神、あとは全員引退した、あとはもう全員、ね、あ、じゃあ2人だ、いやいや、松坂大輔投手がいますか、3人だ、そうですよ、すごいね、すごい、まあ、そこ忘れないでください、まさか引退したのかな、松坂投手、ね、フックで入ったんで、うわ、すごいですね、でも皆さんこう覚えてたかな、どうですかね、今ね、動画見てる皆さん、ああ、うん、まあ、懐かしい名前が出てきたりだとかね、はい、したけども、はい、まあ、本当にあの思ったのは、うん、やっぱ体が丈夫だなと思うよね、そうですね、うん、だ、体が丈夫じゃないとここまでできなかったりとか、名選手にはなれないってことなんです、ね、やっぱ名馬が揃ってた年だね、そうですね、はい、はい。